は、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は大変元気にしております。さてさて、世界遺産の紹介のコーナーです。今は、アメリカ合衆国の自然遺産を順番に紹介しております。今回は、グレートスモーキー山脈国立公園を紹介いたします。 山脈。グレートスモーキー。非常に大きな公園なんでしょうね。はい。早速写真を見てみましょう。はい。こんな感じです。いやー。山脈。山脈ですね。山脈ですね。山脈。山脈が続きます。とにかく山脈。おー と、雲海ですね。雲海が見えますかグレートスモーキー山脈。そうですか。あ、動物もいますね。はあ、なかなかの景色ですね。あ、こんなところを歩いてみたいですね。いや、空気も綺麗でしょう。あら、川も流れて。いいですね。あ、車でも通れるんですか いいですね。ああ、こんなところも行ってみたいですね。何か魚が釣れるんじゃないですかいや、それにしても広い。広い。ああ、ロマンティックですね。ああ、こういう道もいいですね。車も通れるでしょうしね。はい。あ、はああ。あー いいですね、はいはいな、いいな,いいな、はい、グレートスモーキー山脈国立公園はこちらになります。えー、テネシー州ですかね、ギリギリテネシー州といった感じ、中心地は、はい、になります。 アメリカ東部になりますねはいロッキー山脈の方ではなくてまた別の山脈ですねはいこちらになりますはいでは、えー、画面戻りますいかがでしたでしょうかまあ自然を感じるには十分な公園ですよねはいいやー目立ったスポットはなかったですけれども一つ一つが 自然を感じられて、まあ、空いてるとも思いますし、はい。近くに行った時には、ね、行ってみてはいかがでしょうか。テネシーなんで、ジャック・ダニエルなんて飲みながら、ね。車は運転しちゃダメですよ、その場合は。<laughs> はい。歩きながら、ジャック・ダニエルなんか飲んで、というのもいかがでしょうか。ね。楽しそうですね。はい。ということで、本日は、 グレートスモーキー山脈国立公園を紹介いたしました。今回の配信は以上となります。また別の配信にてお会いしましょう。さようなら。